気をつけ。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵は一体っち、先制攻撃かかってこいよ。フッパッフッ、これでもガタマフッパッフッ。敵をいっぱい発見っち、先手で近くを減らせっち、ゲージ溜まってるっち、イマジンモード発動っち、楽勝だ。あと2体っち、心配してもっち、やるだろ。残り1体っち、袋叩きにするっち。ごめんね。扉を進むっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。妄想球っち、一丁入っとくっち。イベントを起こすっち。でも何が、そういえばここだったわね、朝日と初めて出会ったのは。そっか、そうだったな。サキがここで俺を見つけてくれたんだ。最初はどうなるかと思ったけどさ。おかげで楽しかったでしょ。まあな。だけどそんな楽しかった日々も終わりに近づいているんだよね。急にどうしたんだ。私、朝日に約束したよね、もう一度見つけてみせるって。だけどその前にね、見つけてあげなきゃいけないことがあったの。見つけてあげる？朝日、ちょっと付き合ってもらえるかな。付き合うってどこに？お城の妄想宮だよ。そこでね、見つけてあげなきゃいけないの。どうしてここに？あの日、朝日たちは見つけてくれた。ここで一人でいた私を。だからね、ここでなら見つかる気がするんだ。なあ、サキからどうしたんだ？行こう、朝日。ま、おい、サキ！どうしたっち？オイラは疲れたっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。これでも敵を3体発見っち、先手のチャンスっち。いや、これでもいや、敵がいるっち。どうするっち。お宝の匂いがするっち。はっ、さっさと探し、敵をいっぱい発見っち、先手で近くを減らせっち。これでぶっ飛べ。
がいるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を発見っち。ノック。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。どうするっち。さっ。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。もうちょっとで最後だね。なあ、そろそろ教えてくれよ。一体何を見つけに来たんだ。ごめん、嘘ついた。嘘？本当はね、見つかってたんだ。だけど、見ないふりをしていた。さっき、何の話をしてるっち？ピン君、あなたのことだよ。なんでオイラっち？行こう、アサヒ、ピン君。ちゃんと見つけてみせるから。扉を突き破るっち。オイラの前を歩けっち。一番乗りっち。なあ、何もないぞ。うんうん、あるよ。違う、ずっとあった。私は見つけていたんだよ。だけどね、ずっと見ないふりをしていた。だってずっと一緒にいたかったから。何の話っち。二人は知ってるよね、私が特別な存在になりたかったことを。だから私は妄想が加速する世界を妄想した。そう、世界が変わりますようにって。だけどね、違ってたの。私が本当に欲しかったのはね、あなただったんだよ、ピン君。え？さっき何を言ってるっち。ねえピン君、あなたは覚えているかな。はあ、喋れるのか。それにしてもよくできてるな。あの人はピン君の違和感に気づかなかった。なんだ、残念。妖精って案外普通な感じなのね。あの人もピン君も当たり前に受け入れた。僕が心に語りかけたのは、君のような意味不明な宇宙人じゃない。ピン君はね、もちろん宇宙人なんかじゃないよ。さっき何言ってるっち。ごめんねピン君、私はもう見つけてたんだよ。そう、ピン君の正体を。サキ、どういうことだ。これが私が見ないふりをしていたピン君の正体。それじゃあオイラは。私のそばにはいつもピン君がいてくれた。だからね、私は特別な存在でいられたの。スカイマっていう友達を連れた特別な存在でいられたんだよ。それじゃあピン君の正体って。そうだよ、ピン君はね、私が生んだ妄想なんだ。ピン君が妄想？なんだ、やっとすっきりしたっち。ピン君？だったらもう先にはオイラという存在は必要ないっち。どうして？オイラがいなくても先はもう特別な存在っち。終わらない今日を壊す特別な存在っち。それにオイラが存在していたら、さっきは現実と妄想の狭間でさまよい続けるっち。だけど妄想前に戸惑う先なんてオイラの好きだった先じゃないっち。妄想の侵食から世界を守る、そんな特別な存在がオイラの好きだった先っち。ピン君は寂しくないの？だってもう会えなくなるかもしれないんだよ。もちろん
寂しっち。だけどそれ以上に嬉しいっち。嬉しい？だっておいらが何者なのかやっぱりサキが見つけてくれたっち。だけどそれは見つかったおいらの正体はおいらにとって最高の正体だったっち。どうして？だっておいらはサキが大好きっち。そんなオイラをサキは妄想してくれたっち。大好きなサキがオイラを妄想してくれた。これ以上の喜びなんて存在しないっち。ピンク。だからサキ、オイラを壊してほしいっち。それこそがオイラの存在証明っち。だからサキ、オイラを壊せっち。終わらない今日が終わる前にオイラを壊せっち。ありがとう、ピンク。サキ。ねえ、アサヒ。私一人じゃ、きっと壊しきれないかもしれない。だから、手伝ってもらえるかな。いいんだな。私は侵食する妄想を壊し、世界を守る。それが、オイラの大好きなサキっち。壊そう、アサヒ。こんなの楽勝っち。解くよ。シャッキーヘッドホン到着っち。シェンバルト壊して。アリゴさん、なかなかやるぞ。シェンバルト防衛ミート到達っち。壊れちゃったな。さっき悲しむ必要はないっち。もうちょっとだけ一緒にいられるっち。だけど終わらない今日が終わったらオイラはきっと消えちゃうっち。だけどそれは喜ばしいことっち。オイラは大好きなサキが妄想した由緒正しき使い魔だったってことっち。ピンク。サキはあの日一人ぼっちだったオイラを見つけてくれたっち。そして今もう一度見つけてくれたっち。オイラがサキの妄想だったってことっち。だからサキなら見つけられるはずっち。きっと全部を忘れてもアサヒのこと見つけられるはずっち。だってよ。そんなこと言われたら見つけないわけにはいかないじゃない。きっと大変だぞ。うん。だけどね、きっと果たせると思うんだ。だって私は特別な存在なんだから。この扉を進むっち。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。
敵をいっぱい発見っち。せめて回答を減らせっち。一応消えて騙せるっち。同じ方が発動っち。まだまだ敵が終わるっち。逃げる準備を始めるっち。残り1体っち。袋叩きにするっち。扉を進むっち。敵は4体っち。隙を突きまくれっち。これでもタッチ。これでもタッチ。ぶっ飛べ。いや、それはラスガッチ。このまま追い切るっち。いや、ラスガッチ。あと1体っち。さっさと終わらせろっち。ここを解放っち。今がチャンスっち。敵がいるっち。どうするっち。扉を突き破って敵がいるっち。どうするっち。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。いとけよ。まだまだ3連戦。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 セーブされますか？お間違いなさらぬように。